指せ北関東制覇、ピエールです。初の夜じゃないかな、といってもまだ5時半なんですけどね。本日私は茨城県の河内町に来ております。それで、見えるでしょうか。冬で、イルミネーションというより河内イルミネーションというところに来ております。これ去年からね絶対来たいと思ってたのね。これすごくない？あそこが異常で、この左側に関してはこれ道なのね。来るまでの道がもう全部こうなってんのよ。ピンクの桜みたいになってて、うわーすごいね。これ、河内水と緑の公園かなんかっていう名前のところの公園が全部イルミネーションになってるというところで、今日はそれを見ていきたいと思います。というわけで、入り口までやってきましたということで、そこになんか書いてあるね。2018年より開催される。ああそうなんだ。でね、ここのすごいところやってる期間が長いのよね。11月5日から2月19日5時から9時ということでね。で案内地図ありましたね。今駐車場に、いまして、ここからこう一周する感じで、イルミネーションになってるというところでね。でさっきあたりに順路春って書いてあるんで、多分春夏秋冬が、あ、だから桜なのかこれ、なるほどね。というところで見ていきたいと思います。すげえな、ちょっとぼやけてましたね今まで。うわ桜がすごいね。ちょっとこっちは妖艶な感じに紫色にちょっとなってる。すげえ。いやすごいな、この先が夏ゾーン。あ、お花が、桜が終わってこの緑になっていくんだね。すげえ。あ、河内イルミネーション書いてあるね。多分逆光でまだ見えないけど、いいね。フォトスポットとしてもいいじゃないですか、河内イルミネーション。稲穂と里、素敵な光の贈り物。あ、富士だ、夏は富士だ。富士とこれはアジサイかな、すげえな。キノコじゃねえだろうな、パラソルかな。アジサイすごいね。いや富士もすごいんだけどさ、うわすげえやこれ。こっからしかもちょっと一望できるから一回り見てみる。多分あれが冬だよね。左にあるのが秋で、でこれが来た春と。うわすげえ、これしかも人全然いないのよ。まあ元は河内町っていう町だからね、そこまで、東京の都心とかに比べると人が少ないっていうのはあるけども、うわすげえ。綺麗じゃない。いやいや、これ毎年来る価値ありますよ。いやー多分毎年ちょっとずつ変えてっていうところもあるんだろうな。うわ色変わった。これ何、色変わる。おおすげえ。やーべー、これはちょっと河内町近辺の方はぜひちょっとデートに来てくださいよ。あ、こっから秋ゾーンですね。秋ゾーンってことでね。あ、ススキだねこれは。うわあ、すごいすごいすごい。で紅葉みたいな感じになってて、でススキの間に、あ、うわうわ紅葉した紅葉した。あ、すごいいいな、この水みたいな池を一周する間でこう季節がどんどん変わっていくのが、しかもよく表されてるよこれ。ススキとか
ちょっとこう垂れ下がってんのと上を向いてたりとかそういうのもあったりして、うわーすごいすごい、うわあっちすげえじゃん、ススキの野原があるよ、うわー今度は秋のエリアからこう見ていきますと、こう夏のエリアがあって春のエリアがあってその後冬のエリアがこの先にあると、でその前にあるのがススキの畑ですよ。あれだよ、あお月様なのかな、あれ月見だわ、うわすげえ、月見じゃねえ、なんだあれ顔あるぞ顔絶対月見だと思ったら違う、ああれなんかあれだ、河内イルミネーションのキャラクターだうわーすげえ、ススキ畑だよここすごくないこれ、うわうわうわ、ああいつ米だ頭の上かけてんの見ると米だわ、顔上げたアンパンマンじゃないや、これだこの子だ、この子がこれだ、うわーすげえすげえ、うーわすげえ、あこれコスモスだやーべちょっと一人で声張り上げちゃってるよこれすげえ、というわけでススキの、野原を越えて今度、まあ、先に見えてる冬のエリアに行ってみたいと思いますね。あなんかすごい橋が滑走路になってるで飛行機飛んでる、うわーすごいすごいすごい長いな、空飛んでる感じになるわ確かにこれ、うわーで飛行機飛んでるしその上も飛行機飛んでるし見えるからうわーすげー、なんかいるななんだろうあいつ、というわけでここから冬のエリアですね、というわけで、冬のエリアに来ましたよなんか音楽鳴ってるけどもしかしたら音楽は消されてるかもしれませんね、ドラゴンいるね、ドラゴンあれは何なんだろうな、なんかのキャラクターなのかな、ドラゴンがいます。あでもこの木の雪の降ってくるような感じがいいね、すごいや、あでなんかトンネルある、光のトンネルがあっていいねいいね、ススキのこう野原を分け入ってくるところもこういう光のトンネルがあったりとか、というわけで入り口に戻ってきました。すごいな、東屋もこんな感じになっちゃってるし、うわーこれは地元の方の努力だよね、うわーいやーよく見てなかったけどこのメインのところのこれもすごいよね、クリスマスイブに花火打ち上げます、すげえな、そんなこともやるんだね、これでで入り口に戻ってきましたが、まあ、ここからまた春夏秋そして冬、ちょっとここからじゃ見えにくいけど冬と、いやいいね、はい、というわけで本日は茨城県の河内町にあります河内イルミネーション、まあ、2022になりました、いやー美しいし、いやこれ下手したら茨城県一番のイルミネーションかもしれないね、はい、アクセスです、車ですと圏央道の稲敷東インターの方から、まあ、15分から20分ぐらいというところになります、まあちょっと車で来た方が多分行きやすいよというところではあるんですけどね、電車ですと JR 安食駅の方から、まあ、タクシー使ってもらって10分、まあ、かかんないぐらいかなというところになりますということで、ね、これはちょっと絶対見に来た方がいいね、ここまでね
やってる期間長いってことは、あの人が密集しないってことだからね。まあ、当然その土日とかクリスマスとかになっちゃうとね、混むとは思いますけども、こういう平日のね夕方なんかに来てもらえると空いてて見やすいんじゃないでしょうか。皆さんもぜひ茨城県の河内町に来てみてください。ご視聴ありがとうございました。